こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。地に足のついた副業サポート。私のサポートは現実的なので女性に人気です。募集は主にね、YouTube を見た方に、サポートを受けていただいているというスタイルなんですけど、YouTube そのものは 84% が男性で、16% が女性という比率でね、見ていただいてます。ところが、サポートを受ける人は、むしろ女性の方が多いと。これどうしたかなというのをね、たまに考えてたんですけど、今日、テレビを見てたらね、男の子の将来の夢というのをやってまして、それを見た娘が、一言ね、やっぱね、男子ってバカだよね、というようなね、ことを言ってました。どういうことかというと、男の子の夢。1位、学者、博士。2位、野球選手。3位、サッカー選手。身も蓋もない言い方をすると、ほとんど慣れっこないものを、夢に選ぶと。ね。そら中にはね、一浪みたく目指してなる人もいますけど、テレビでやったりね、するようにすごいレアなケース。1万人目指して、1万人も、ね、1万人目指して1人も達成できないであろうというのをね、夢に選ぶ。夢に選んでね、夢に邁進するというのもいいんでしょうけど、ちょっとあんまり賢い選択じゃない。一方、女の子の夢、ね、1位食べ物屋さん、2位看護師さん、3位保育園、幼稚園の先生、なろうと思えば、ほぼ、なれると。ね。なりたいと思ってきちんと、その道筋を間違えなければ、ほぼなれるというのを目標に立てると。なぜ男はね、無茶な目標を立てるのか。ひょっとして男はバカなんじゃなかろうかというのをね、ふと思いました。大人だってもね、男の場合は、秒速で億を稼ぐとかね。あるいは、孫さんや柳井さんのように稼ぎたいと。日本を元気にするとかね、東北を元気にするとか、地域を元気にするとかね、1万人が目指しても、多分一人も達成できないであろうということを相変わらず目指している。一方、女性の方がね、サポートを受けていただいて、なぜ受けたのかというのをね、話を聞くと、パートより全然率が良さそうだったとかね、今の仕事がきついから輸出ビジネスを覚えて職を変えたいとか、あるいはね、日本とオーストラリアの物価の差額を考えるとチャンスだと思うと。どれもこれもね、全然、100人あれば100人が、その通りというようなね、動機と行動と目標になってます。男の場合はね、私はこういうことを言ってないんで、あんまり男性受けしないんでね、男性の方はサポート入ってくる比率が少ないのかなと。入ってくる方も逆に、自分でね、稼いだことがある人とか、かなり人生経験豊富で、現実的な目標は立てられる人。いわば、なんとか塾とかね、情報商材とかで、一番のターゲットになる、現実を分かってない、めでたい人たちは、あまり入ってこないという傾向があるんだな、ということに気づきました。そういえば、海外の、物価が日本より高いというようなね、現実に気づいていないのも、そういえば圧倒的に男の人が多いですね。オーストラリアの家賃とか、物価、食事の費用とか言ったときにね、それ日本より高いですねと、驚いた反応するのは、そういえばほとんど男の人だったなということに気づきました。もしかして男っていうのは、現実を見ない生き物なのかなと。そういった意味じゃ私は男じゃないんだなというようなね、気がしました。私のサポートはね、やれば稼げる現実的な金額をできるだけストレスなく稼ぐ方法を教えます。必要な金額、ね、必要な分だけの金額をできるだけストレスなく稼ぐことが目標です。どういうことかというとね、雪崩のように金が入ってきて、世界や日本を変える力を手に入れるとか、そういうのは全く目指しません。だから、お金が増えすぎて余計な心配が増えるということもありません。現実的な目標だから達成は数ヶ月で可能ですし、
もう使いもしないお金をね、バカみたく稼ぐわけじゃないんで、まあ、稼ぎすぎちゃって税務署来ちゃいましたとかね、なんか浪費が癖になっちゃって帰ってお金が残りませんとか、まあ、そういうことも、あまりないです。あまりないですってか、今までないですね。まあ、その辺の現実的な目標立てて、きちんと筋書き通り稼いでもらうというね、まあ、いわば、夢のない淡々としたサポートだから、まあ、現実を把握する能力の高い女性を受けするんだなというのに気づきました。ね、まあ、なんで男を見てるのに入ってこないのかな、私の募集の方法が悪いのかな、なんとかできるかなと思ってたんですけど、まあ、むしろね、そうか、まあ、現実的だから、女性受けするんだなと、ね、いくつになってもアホな男が、男には響かないんだなと、ね、人生を変えるとかね、世の中を変えるとか、使い切れないような、大金を手に入れてフェラーリだ、カウンタックだ、乗るだ、そういう人には全く響いてないと、ね、まあ、むしろそれで OK なんだということにね、気づいた、まあ、朝のテレビ、久々にね、娘とテレビ見てて、そんなことに気づかされました。まあ、なるほどね、現実的でいいねと思った方は、こちらの一番上にね、メール、セミナーありますんで、まずはこれ、無料で見れます。メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してね、まずは現実的に、どう稼ぐのか、面白そうな情報だなと思ったらね、チェックしてみてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。